元サッカー日本代表でキャプテンを務めた吉田麻也が、内田篤人氏が MC を務めるダゾーンの内田篤人のフットボールタイムに出演。日本サッカーの課題を真剣に語った。日本プロサッカー選手会の会長を務める吉田が訴えたのが、J リーガーの最低年俸導入だ。現在は規定がないため、待遇面で厳しい選手も少なくない。J2 や J3 の環境がすごく悪い。お金の面でも、サッカーをする環境の面でも、ものすごく悪い。もちろん、最低年俸を設定しても、いい点ばかりではない。吉田は最低年俸を決めると、何が起こるかというと、最低以下の人が溢れちゃう。それ以外の年俸でやっている人が J リーガーではなくなる、と問題点を挙げた上で、こう主張した。これをどうするって言うんだけど、俺はある一定の基準を築く必要があると思ってる。そこに入れないならアマチュアで、それが嫌なら他の仕事をした方がいい。それによって、J リーガーになれない人が出てくるが、J リーガーの価値は上げる必要があると訴えた。いい大学にお金出していきました。で、J2 や J3 に行きたいってなった時に、待遇が良くない今の状況で、親御さんたちは、本当に気持ちよくお子さんを送り出せますか？ J リーガーになるんだったら、喜んで親御さんも行かせるし、社会的地位も高いということに変えていかなきゃいけない。意見は様々あるだろう。吉田会長の旗頭とした改革に注目だ。